厳しい寒さが続く中、大学入試センター試験が今日から2日間の日程で始まりました。都心でも厳しい寒さが続く中、会場の一つ東京大学では受験生たちがコートやマフラーなどに身を包み試験会場へと向かいました。今回の大学入試センター試験は全国およそ700の会場で行われます。志願者は去年より6700人余り増えて、およそ58万2600人となっています。試験は地理歴史、公民と国語、外国語が行われ、明日は理科と数学が実施されます。1年間頑張ってきたので、その成果をちゃんと出せればいいなと思います。先生がなんか靴の裏にカイロを貼っておくと落ち着くって言ってたんで、貼ってきました。体だいぶ着込んでるんで、まあなんか不測の事態がないようにいろいろ北海道とか持ってきてるんで、まあ体調には気をつけたいなって思ってます。都内では試験時間の伝達ミスなどがあり、2人が開始時刻を繰り下げて試験に臨んだということです。